75はイギリス出身のポップロックバンド。2002年にチェシャー州ウィルムスローで結成され、現在はマンチェスターを拠点に活動している。ボーカルギターのマシュー・ヒーリー、リードギターのアダム・ハン、ベーシストのロス・マクドナルド、ドラマーのジョージ・ダニエルの4人組。メンバーはウィルムスロー高校で出会い、バンドを結成。ダーティー、ヒットと契約し、デビューアルバム。 The 1975をリリース、UK チャートで1位を記録する。続く2作目のアルバム、I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So i n Wear of It は、アメリカとイギリスの両方で1位を獲得した。短い活動休止を経てリリースされた3作目の、アルバム、A Brief Inquiry into Online Relationships は、批評家から高い評価を受け、 三枚目のイギリスナンバーワンアルバムとなった。ブリックストンアカデミーでのライブ2002年にウィルムスロー高校でメンバーと出会いバンドを結成する。結成当初は地元のクラブでパンクバンドをカバーしていた。マシュー・ヒーリーはもともとドラマーだったが前のシンガーが別のバンドを始めるために脱退しボーカルを引き継いだ。バンド名はメアンドユー・バーサス・ゼム。 フォーエバードローイングシックス、トックハウス、ザ・スローダウン、ビッグスリープ、ドライブ・ライク、アイドゥなど様々な変化を経て、最終的にザ・ナインンンテティィーセブファイブとなる。このバンド名は、フロントマンであるマシュー・ヒーリーが読んだ、ビート族についての小説の最後のページに書いてあった、1975年6月1日から取られた。 ライブで歌うボーカルのマシュー・ヒーリー2012年8月に初の EPFACE DOWN がリリースされ、リード曲 The City がバンド初のラジオオンエアを果たした。11月19日にリリースされた同盟の EP からのシングル Sex を BBC ラジオ1の DJ ゼ e n ロ o が取り上げ話題となる。2013年3月4日に EPMUSIC FORCARS ーーがリリースされ、 収録曲、チョコレートがイギリスのシングルチャートで19位を獲得した。5月20日には、ザ・シティの新バージョンを収録した EP4 をリリースした。このトラックは UK でチャートインし、他の国でもエアプレイされた。ザ・1975はデビューアルバムをリリースする前に、プロモーションとして大きなツアーを行った。2013年初頭にイギリスとアイルランドのツアーを、 行い、5月26日には、ロンドンのエミレーツスタジアムで行われたミューズのライブにサポートアクトとして登場。6月にはアメリカでザネイバーフットとツアーを行い、7月13日にはハイドパークで行われたローリングストーンズのライブをサポートした。8月には、レディングリーズフェスティバルに出演した。2013年9月2日にリリースされたデビューアルバム、 The 1975はアークティック・モンキーズやホールズの作品で知られるマイク、クロッシーが共同プロデュースを担当した。アルバムは評価から好意的な評価を受け、9月8日の UK アルバムチャートで初登場1位を獲得した。The 1975は2013年9月にイギリスツアー、10月に北米ツアー、11月にはヨーロッパツアー、 2014年1月にはニュージーランドとオーストラリアで公演を行った。2014年4月にコーチェラフェスティバルに初出演。同月にはロイヤル・アルバート・ホール公演を含む北米ツアーを開催した。インディアナポリスでのライブ2015年6月1日、バンドのソーシャルアカウントが終了し、前日にマシュー・ヒーリーがツイッターにバンドの解散を示唆するコミックを投稿していたことも、 あり、激しい憶測を呼んだ。翌日アカウントが復活し、カバー画像やプロフィール写真は、通常の白黒ではなく白と薄いピンク色になっており、これがプロモーションであったことが明らかになった。10月8日、ニューアルバムのリードシングル、ラブメを初披露し、同時にヨーロッパ、北米、アジアツアーが発表された。その後も、リードシングルとして、ウー、ザサウンド、 サムバディエルス、エイチェンジオブハートを順に発表していった。2016年2月26日、2作目のアルバム、君が寝てる姿が好きなんだ。なぜなら君はとても美しいのに、それに全く気がついていないから、をリリースする。アルバムは、UK アルバムチャートと US のビルボード200で首位を獲得した。アルバムは非評価から高く評価された。 以前はバンドに否定的だった NME は、このアルバムの範囲の広さと野心を称賛し、このアルバムのように精神に深く入り込んでくるようなレコードは必要不可欠なものだと考えるべきだ。これは非常に気が利いていて、皮肉にも笑えると書いている。音楽ジャーナリストのアレクシス・ペトライドイズは、このアルバムの一部が野心的すぎると指摘しているが、信じられないことに、 ほとんどの場合、マシュー・ヒーリーは過剰になることを免れていると評価している。ロック AM リングで歌うマシュー・ヒーリー2017年にバンドのメンバーは次のプロジェクトであるミュージック・フォーカーズに取り組んでいることをツイッターなどで明らかにしていた。マシュー・ヒーリーは2017年内にリリースするとツイートしていたが翌年に延期された。2018年4月末、ロンドンとマンチェスターに ミュージックフォーカーズと題された不気味なポスターが現れ、黒い背景の中にタグラインとダーティーヒットのカタログ番号 DH00327 が記載されていた。5月初旬にウェブサイト上で6月1日に向けたカウントダウンするタイマーを表示され、ソーシャルメディアで話題になった。ウェブサイトには隠しページなどの様々な仕掛けが施されていた。5月31日、リードシングル キブユアセルフエイトライが BBC ラジオ1のアニーマックのホッテストレコードインザワールドで発音エアされリリースされた。その後もリードシングルラブイットイフイ We m イ d e i トーチメトーチメトーチメシンセリティーズスケアリー i つのトリビングをリリースした。2018年11月30日3作目のアルバムネット上の人間関係についての簡単な調査が リリースされた。アルバムは世界的に批評家から絶賛を受けた。ピッチフォークのライアン・ドーンブルはアルバムをほぼ絶え間なく続く陰鬱な状況の中で真面目に努力することの価値を証明していると称賛した。アルバムを多くの音楽メディアが年間ベストアルバムに選び NME とスピンは第1位に選出した。またピッチフォークは収録曲 ラブイットイフウィーメイドイットを年間ベストトラックの第一位に選んだ。また、翌年のブリッドアワードでは最優秀アルバムと最優秀グループを受賞した。バンドは11月に1年ぶりとなるライブ活動を再開する。翌年のアルバムツアーは英国、南米、北米、ヨーロッパ、アジアの順に回り、その間にコーチェラ、ロック・ A.M. リング、ピンク・パープ、 サマーソニック、リーディングリーズなどの大型フェスティバルにも出演した。2019年7月24日、活動家のグレタ・トゥーン・ベリの演説をフィーチャーしたニューアルバムのオープニング曲、ザ・ナインティン・ンが公開される。8月には、リードシングル、ピープル、10月には、フレイル・ステート・オブ・マインド、翌年1月に、メアンド、ユー・トゥ・ギャザー・ソング、2月に、 ザ・バースデーパーティーがリリースされた。度重なる発売延期の末、2020年5月22日に4作目のアルバム、家庭型に関する注釈がリリースされた。ありがとうございます。